Hello everyone!、Hi. My name is Koichiro Tamura. I'm a c h o l e o g r a p h e r and a dance artist. ロンドンの皆さん、こんにちは。Tamura Koichiro です、えー。僕は日本の横浜を拠点にダンスアーティスト振付家として活動しています。主にコンテンポラリーダンスを作っています。様々な社会やテーマ、日常を吸収し、僕のオリジナルのダンスの舞台、そしてそこにある美学を追求しています。 また僕はダンスプロジェクトレボというダンスカンパニーを主催していて日本や海外活動しています他にも福祉施設でダウン症の子どもにダンスを教えるなどまた若手アーティストに向けたダンスクラスを企画するなどさまざまな活動を行っております今回は来年のコロネットシアターで上演する予定の私の振付作品 F ブリッジを紹介いたします この作品はアジア最大のコンテンポラリーダンスコンペティションである横浜ダンスコレクションにて若手振付家のための在日フランス大使館賞とシビュー国際演劇祭賞の2つの最高賞をいただきました、えー、まずはダイジェストをご覧ください はいこちらの作品、日本の労働社会のリアルをダンスで表しています。これは私たちのリアルなんです。日本人は、えー、世界の統計からしても働きすぎていると言われているんですね。大切な長い人生を見ると圧倒的に労働時間を費やしていると僕は思います。過労死という言葉も、えー、社会問題になっています。また日本の若手 ま僕みたいな若手はダンスの仕事だけでは生活できませんだから他の仕事を余儀なくされています、まあ、理由としては日本政府が芸術への関心が薄く、まあ、支援も少ないことがあります僕たちはだから踊りたくても踊れないそんな苦しい状況である労働者に見立てた僕たちダンサーはえ内側に秘めた肉体的なエネルギーパワーそして葛藤 それすべてを舞台で吐き出してそして自分の立場に戸惑いながらも強く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 生きていますはいだから今コロナウイルスのこともあってますます踊る機会を奪われてしまっていますだから今だからこそこの作品を早くみんなに届けたいですこれが僕たちのメッセージです この作品、段作品はその意味を強く込めていますぜひロンドンの皆様にも見ていただきたいです僕の段作品、振り付け化において大切にしていることは空間、空間ですねと建築、建築そして物質、マテリアルですねその要素から面白い身体性を作りそこから僕は振り付け作品を作っています 僕のこのお気に入りの作品「F ブリッジ」も空間、物質、建築をテーマに作りましたはいぜひその要素も楽しみながら作品見てください楽しみにしてください僕はロンドンが大好きですまた行きたいですハンバーグもう一度食べたいですぜひ皆様とお会いできるのを楽しみにしておりますさよならグッバイ、ファンキュー